誰しも運動機能は加齢に伴い低下します。特に65歳以上になると顕著になります。また加齢による運動機能の低下には個人差があるとされ、運動経験または運動習慣の有無に影響されます。この高齢者の運動機能は将来に予測される転倒の発生率や死亡率に及ぶまで様々な事象に影響を与える重要な要素になります。今回は加齢による運動機能の低下について、具体的に運動機能の何がどの程度低下するのかを解説したいと思います。今回紹介する運動機能を構成する各要素なんですが、握力、膝伸展筋力、立位バランス、全身持久力及び筋持久力、反応時間、歩行、これらの加齢変化について解説します。まず握力なんですが、この握力は全身の筋力と関連すると言われています。特に肘屈曲筋力や膝伸展筋力、体幹伸展筋力、体幹屈曲筋力などの筋力と優位に相関します。ですので握力を全身筋力のスクリーニングの指標として利用することができます。この握力は40歳代から急速に低下します。そして20歳代の握力と比較して60歳代では約 20% 低下、60歳以降にさらに加速し、85歳以上では約 50% 低下すると報告されています。なお握力は全身の筋力を反映しますので、将来の機能状態を予測することができます。報告では中高年期における握力は25年後の歩行速度や立ち上がり能力の低下を予測する指標として有用であるとされています。次に膝伸展筋力なんですが、握力と同様に膝伸展筋力の低下は日常生活能力と関連する重要な運動機能の要素になります。この膝伸展筋力は先ほどの握力よりも早期に加齢による低下を生じます。20歳代に比べて60歳代では約 30% 低下、60歳代以降でその低下はより加速し、85歳以上では 50% 以下にまで低下します。握力もそうですが、60歳を境に筋力低下が加速するようですね。特に65歳以上では投射性の膝伸展筋力が1年間で 1-2% ずつ低下します。また高齢女性を対象とした横断研究によると、下肢筋力が低いと3年後に重篤な歩行能力低下をきたす可能性が約 1.9 倍高くなります。さらに80歳以上を対象とした調査では、下肢筋力をはじめとした運動機能の低下は4年後の死亡率とも関係すると報告されています。次に立位バランスなんですが、平眼での立位バランスは40歳頃から低下し始めます。そして60歳以上では低下が加速し、平眼での返却立位保持時間が30秒未満のものが 90% 以上になります。また開眼での返却立位時間は60歳以降で急速に低下し始めます。さらにバランスについての詳細を見ていくと、まず30歳を過ぎると立位での重心動揺は徐々に増大し始め、特に側方動揺において加齢の影響が顕著に現れます。そして開眼条件での重心動揺は返却立位において40歳代から優位に増大し始め、50歳以降も増大を続け、70歳代ではその増大がさらに顕著となります。加齢による運動機能の低下は握力や立位バランスなど早くて40歳代から始まるようですね。次に持久力ですが、全身持久力及び筋持久力は加齢により低下します。持久力が低下しますので、連続した歩行距離の減少にも影響を与えることになります。要するに体力がなくなるので長いこと歩けないということですね。この全身持久力の指標として最大酸素摂取量があるのですが、加齢により男性では20歳以降から徐々に低下し始め、40から50歳頃から加速します。一方女性ではほぼ直線的に低下します。男女ともに20歳代前半に比べて60歳代前半では約 60% にまで低下すると言われています。また筋持久力をハーフスクワット姿勢保持の時間で調べた研究によると、男女ともに20歳代に比べて70歳代では約 50% 低下すると報告されています。このような全身持久力や筋持久力の低下により、例えば
1km 以上休まずに連続して歩くことができない割合が、男性の75歳以上で約 30%、 女性の75から84歳で約 40%、 85歳以上では約 50% が休まずに 1km 以上連続して歩けないと報告されています。次に、反応時間とは刺激に対して行動や反応が生じるまでに要する時間なんですが、この反応時間は簡単な刺激や課題に対するものを単純反応時間、複雑な刺激や課題に対するものを選択反応時間、この2つに分類されます。これら単純反応時間と選択反応時間は共に加齢に伴い遅延します。この単純反応時間は20歳代までは反応が早くなっていくのですが、20歳代後半から50から60歳代にかけて徐々に遅延し、70歳代以降では遅延はさらに加速します。一方、選択反応時間は単純反応時間よりも早期から加齢による遅延が見られます。20歳代に比べて60歳代では約 1.2 倍、80歳代では約 1.5 倍に遅延します。また、高齢者の特徴として、同時に複数の注意配分が要求されると、一つの刺激に注意を専念させてしまい、他の刺激に対する注意が極端に減少する傾向にあります。これはまさにつまずいた時に、とっさに足が出なかったり手が出なかったり、そもそもつまずくようなものに気づかなかったり、転倒による骨折に直接影響しそうですね。次に歩行ですが、加齢による歩行速度の低下率は60歳を超えたあたりから加速し、高齢になるほどその低下率は大きくなります。高齢者を対象とした研究にて、最大歩行速度が 2.33m/h よりも速い場合は 95% は4年後に生活機能が維持されていたのに対して、 1.10m/h より遅い場合は 35% が4年後の生活機能が低下していました。さらに、通常歩行速度で男性が約 1.15m/h 以下、女性が約 0.98m/h 以下では、5年後の生存率が 70から80% であったと報告されています。このように高齢者の歩行速度は生存予後と関連があるようですね。まあ、歩けなくなってくるというのは、何かしら体調が悪くなってきているということでしょうか。ちなみに研究によると、日本における1990年代前半と2000年代前半の高齢者では、運動機能は2000年代前半の高齢者の方が良好であり、10年間で高齢者の運動機能が若返っている可能性があります。また、1992年と2002年の65歳以上では、運動機能の数値の分布を比較してみると、2002年では返却立位時間で3から4歳、歩行速度では男女ともに10歳ほど分布が移動していたと報告されています。つまり、高齢者の運動機能は向上しており、平均寿命が延伸していることを示しています。このように同年代で比較して、現代の高齢者の運動機能が良いというのは興味深いですね。人は加齢によって運動機能が低下することをネガティブに考えがちです。しかし、運動によって運動機能を維持できたり、低下速度を緩やかにしたりできます。さらに、過去と比較すると運動機能自体は向上していることもわかります。このように見方を変えると、ポジティブな要素が見えてきます。いかがだったでしょうか。今回は加齢による運動機能の低下について解説しました。まずは加齢による運動機能への影響を理解しなければ、適切な対応も見えてきません。今後の参考になれば幸いです。今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。